いやもうすごい面白くて、やっぱりそのイマジナリーを描く作品っていうのはいかにこの想像的なものを自分が信じられるのかっていう説得力があると思うんですけど、火の描き方すごいなとか波すごいなとか、そういう作画の部分もそうですし、まあ、カメラワークとかもそうですし、冒頭からわーっと飲み込まれましたね。でまあ後半はもうしっかり泣くというようなところがあって、だから完全に持ってかれたなっていうのは思いますね。すごい楽しかったです。もう最後の最後まで、うん、楽しく見れました。後半のいくつかのシーンになるんですけど、まあ、一個は大きくなると想像力っていうものが失われていくっていう、なんとなくこう常識のように刷り込まれていると思うんですけど、まあ、そうじゃないよってこう訴えてくれるシーンはやっぱりすごく勇気づけられたし、社会のこう大多数と自分がずれてるんじゃないかって思うようなところとか、でもやっぱここ大事にして生きていきたいんだよなって思ってるようなところはあったりするので、なんかそういう自分の生き方みたいなところに作品が大丈夫だ、間違ってないぞって押してくれた感じがやっぱり大きいし、この新しい友情ものじゃないですけどね、やっぱり見ててすごくこう心動かされましたね。お芝居を楽しみにされる方、絵を楽しみにされる方、物語を楽しみにされる方といろいろいらっしゃると思うんですけど、まあ、全部網羅されているっていうところがやっぱりすごいと思いましたし、まあ、どこ切っても丁寧な作品ですよね。現実的な街、家、車との描写もやっぱ素晴らしいですし、やっぱり細部でノイズに感じるところがないから物語とか感情とかをどんどん引っ張られていくと思いますしね。そうだから、まあ、一つでは言えないんですけど、なんか見た後に本当にあ、いい映画見たなマジでって思うような作品だったなとは思います。自分もすごい田舎の出身だったので、まあ、明確なこのイマジナリーがいたっていうよりも常にその空想の世界で遊ぶっていうところはやっぱりあったんですよね。もしここが、こうで自分がヒーローだったらとか、なんかそういうようなことを思い出して、自分がそこからどれだけ離れてしまったんだろうかみたいなところはやっぱり考えたりしましたね。まあ、多分映画なんだろうなと思いますね。やっぱり自分の想像力みたいなものが失われてしまいがちなこともあると思うんですけど、その現実が日常に流されて、そういう時にこうイマジナリーのような何でもできるんだと思わせてくれるような作品に出会うと、また自分の感性も復活しますし、そういう意味では大人になったからといって失わなくて済んでくるのは、まあ、映画が大きいのかなと思いますね。想像力をなかなか持ちづらい時代だと思うんですよね。本当に想像力っていうのはとても大事だと思うし、子供が大人になったからとしたら失われてしまうものかもしれないけど、でも別に不可逆なものじゃなくて、今から想像力を、手に入れていけばいくらでもそこの時代に戻れるんだよ、なんかそういったことをたくさんたくさん教えてもらえたので、あ、ものづくり頑張りたいなって思いましたね。そうですね、まあ、劇中の、まあ、あるキャラクターのセリフの中で、やっぱり現実っていうものが、まあ、想像っていうもののこの、まあ、対極にある存在として語られるんですけど、僕はあんまりそうじゃないと思っていて、現実でいかに想像力を発揮できるかで、まあ、僕たちは発展してきたと思いますし、まあ、映画なんてその最たる例ですしね、うん、なんか現実と想像とか空想を、まあ、もし切り離して考えてしまっている方がいるんだとしたら、そうじゃないよっていう、人生をある種楽しくしていくっていう空想とか、まあ、妄想って以降苦みがある現実がもう少し面白いことになっていくと思ったりするし、なんかこう可能性を潰さないっていうことなのかなっていう、それをこう教えてくれる作品かなと思います。あ、自分のことだなと思ってほしいかなと思うし、じゃあアマンダと同世代の子が見て、あ、そうだよねそうだよねって思ってほしい、この作品から種をもらって、じゃあ自分だったらどういうイマジナリーと出会えるかなとか、ひょっとしたらこの屋根裏のラジャーをこう展開したいとか、この人にはこういうバックボーンがあったんじゃないかとか、そういう余白もある作品だと思うので、自分のこの想像力のこの足しとか種にしてほしいなと思いますし、また何年か経った後にもう一回見てほしいなって思います。
ょっとしたら現代の生活に疲れきってる大人たちは、まあ、自分の映画じゃないかなって思う可能性があるなと思っていて、例えばこのキッズに向けたものなんじゃないかみたいな、いや全然そんなことはないぞっていうところがやっぱり作品を見た時の素晴らしいサプライズとしてある気がするので、現実に少し疲れてしまってるなと思う方がいたら、ちょっとだけのこの決心をしてもらって再生ボタンを押してほしいなと思います。あの頃の思い出が今を生きる力になる。屋根裏のラジャー、ネットフリックスで独占配信中。